大学のマスターオブ AI のクラスメイトのダイバーシティ、あと女性比率も教えてください。マスターオブ IT とか別の IT 学部にはほぼ中国人インド人っていう形になっておりますね。マスターオブ AI では結構ローカルの学生がその AI の中ではいるんですよね。なのでアジア人だったとしても、あのオーストラリアで育った方たちだったりとか、英語ネイティブの方たちとかもいます。あとはインド人の方、中国人の方とかもいらっしゃいますし、で日本人の人は私以外もう一人いる形になっております。女性比率は20人のレクチャーの中に3人ぐらいみたいな感じで、10分の1とか結構少ないとは思います。クラスメイトの入学前のバックグラウンドですね、これはどんな感じなんですか？マスターオブ AI の方はほぼ物理とかコンピューターサイエンスとかエレクトロニックみたいな、なんかエンジニアの出身の方たちがいるので、私みたいな、あの総合文化政策みたいなソーシャルサイエンス系の方たちはちょっと聞いたことがないんですよね。ほぼコンピューターサイエンスになっております。まあそうは言っても、そのレイナさんは、まあ、大学は文系ですけども、その後あのデータサイエンティスト、ビッグ4でビジネスアナリストのご経験を有しておられるわけでありまして、で、まあ、仮にですね、日本人でこれから、まあ、受験しようと思った場合、そういった必ずしもレイナさんみたいなバックグラウンドがない方もおられると思いますが、そういった方の合格可能性ってありますか？多分 AI の入学条件でバックグラウンドでコンピューターサイエンスとかを履修するようにみたいなことは書いていなかったので、多分あのどんなバックグラウンドだったとしても入学はあのできると思うんですよね。あとはなんか AI じゃなくても IT 学部とかデータサイエンス学部っていうのが他にあるんですけど、そちらの方ですと様々ななんかビジネス系のバックグラウンドだったり経済学部の方たちとかもいらっしゃいますので、なんか自分だけ違うバックグラウンドでアウェーみたいな雰囲気ではないと思います。ただ一応機械学習とかディープラーニングとか、あの勉強できるところは事前に勉強しておいた方がアドバンテージではあるかなと思っております。どういった必須科目とか、あの選択科目があるんですか？必須科目は Java と Python プログラミングと、コンピューターアーキテクチャーネットワークっていう基本情報みたいなあの授業と、あと数学ですね、リニアアルジェブラとかカルキュラスみたいなあの数学を必須で勉強しないといけなかったです。で、選択科目でマシンラーニング、ディープラーニングとか、あとナチュラルランゲージプロセッシングとかイメージアナリシスとか、あと他の全然あの心理学とか別の学部のものも一つはあの枠で取っていいということになっているので、大体 AI の学生ですと AI に関連した授業を選択で取っていく形になります。次に卒業要件はどんな感じですか？あと就労とかあるんですか？就労は選べるので、成績が 75% 超えた学生のみリサーチに進むことができるんですね。でリサーチに進む場合は就論とかの研究論文みたいなものを書くんですけれども、そうでない場合はインダストリーエクスペリエンスというコースの方に行きまして、でそちらではあの、まあ、企業とかで経験のあるメンターの方たちとかがつきながらグループワークで何かシステムを作ったりとか、あのプロダクトを作る形になりますね。あの大学院で主に今使っているプログラミング言語とかツールって何があるんでしょうか？主に Python ですね。はい。Java の授業もあったんですけど、あのもし私が選択科目でアプリケーションデベロップメントとかを取った場合はあの Java を今後使うと思うんですけれども、あの基本的にはデータサイエンスに関係あるあの Python かちょっと R を使う形になります。単位取得までの流れをちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、例えば文系ですとですね、あの、まあ、グループワークがあって課題があって、まあ、最後期末試験みたいな流れが一般的なんですけども、これどんな感じですか？その授業にもよるんですけれども、だいたいアサイメントが3つから4つほどあの1学期の中にありまして、でテストが2回で成績があの出る形になっております。あの何も見ずにもういろんなことを答えなきゃいけなくて大変な試験ですか？それも授業によるんですけれども、テストに比重を置いてる授業とかですと、そのテストの比重が全体成績の 50% を占めていて、何も見ずにもうキャンパスで監視されながら受けるというものはありますね。はい。最後に質問させていただきたいのが、そのモナッシュ大学 AI 修士後に仮にあの合格したとして、あの自分は生き残れるか、まあ、やっていけるか不安に思われている方、この AI とか CS 系 DS 系の方を本当に多いと思うんですが、これからの受験生に生き残るためのアドバイスがあればお願いします。あのそんなに心配をしなくても、真面目に授業を受けてちゃんと課題を提出していれば
大丈夫だと思うので、まあ、それがなんかとても大変ではあるんですけれども、あんまり真面目に授業をスキップとかもしなければちゃんと大丈夫かなという感じはしますね。はい、周りでそんなに落第してる人もいないので、でも皆さん勉強は本当に頑張っておりまして、もう外食したりとか遊ぶ暇がないぐらいには頑張ってはいるんですけれども、でも落第するというのは大丈夫だと思います。レイラさん、本日は大変お忙しい中、インタビューを受けていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。 You are beyond my wildest dreams.